もこんにちは、こんばんは、ひなたです。はい、ということでね、ということで今日はですね、ちょっとねやりたいことがあるんだよ、一個。これやりたいの。これって言っても多分わかんないよね。熱いんだけど、なんかすごい熱い。はい、でこいつちょっと開けていきますよ。パン、こちらです。なんだこれは。アナと雪の女王のね、光る球体パズルを今日やりたいと思います。なんかすごい商品紹介みたいになってる。私商品紹介じゃないからね、これね。ただ単にやりたいからやるだけだからね。しかもさ、これね、光るんで、光る、そう、3色に光ってくれるんですよ。しかもこれちょっと高かったんでね、ちょっと今日はやりたいと思います。ただ単にやりたい動画です。ちょっと開けていきましょう。どうやって開けるの。しゃー、はい、開いた。よし、中空っぽ。はい、さあさあ、説明書が、あと中身はこんな感じ。パズルと、なんか多分台のやつが入ってるかね。じゃあそれじゃあちょっとやっていきたいと思います。はい、ちょっとねアングルを変えたんでね、作っていきましょうか。内容少な。じゃあやりたいと思います。リュ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 、え、難しそう。見てこれ、めっちゃ難しそうなんだけど。うわ、だる。どこだよ、わかんねえよ。丸みたいになってきたよ。たまんない。あ、またました。見てください、ほらほらほら、すごい。やったーやったー、まんまるだ。ということでね、ちょっとつけていきましょうか。待って、これ電池、待って、電池買ってない。見てください、皆さん、こちらにですね、電池は別売りって書いてあるんです。ファック、買いに行くの。買ってきましたよ、もう。はい、これでちょっと電池入れていきたいと思います。見て、あとね、これも買ったの。めっちゃ美味しいから、これおすすめするよ、これ。マジで美味しい。3つだよね。え、待って、大きさ間違えた。大きさ間違え！完成したってことで、光はつかないんですけど。綺麗でしょ？すごい綺麗。電気がつければもっと綺麗なんだけどね。ということで、今回は、この、光る球体パズルを作ってみたでした。光んないけどね。